詳しくは概要欄を見てね。どうも、くちょき YouTuber ひでさんです。今回はですね、この壁、引っ張がされたこの壁に何をするのかというと、隠蔽配管。これからね、床下に入りまして、外まで隠蔽配管を引っ張っていきたいと、そういった作業をですね、していきます。図面ですが、ここにね、ルームエアコン、壁掛け、ダイキンの大きい機械つけて、床下をここまで、室外機のところまでね、引っ張っていくことになります。さあ、その動画一部始終ということで、なぜ壁が剥がされているかというとですね、もともとエアコンこれついてました。室外機もこのように設置されていましたが、水漏れを起こしてですね、壁の中濡らしてしまって新築ということなので、施工業者さんと、お客さんと話し合った結果ですね、配管をやり直し、エアコンも新しいものに更新ということになったそうです。お施主さんのご要望で、施工業者さん、エアコンのですね、業者さんは他の業者さんを選定して、その人に頼みたいということで、白羽の矢が立ちましたということですね。水漏れを起こしたのはですね、このエアコン、床下のですね、ここ、断熱ドレンホースをね、なんかサドルで止めたり、こう、空中を飛ばしてるような状態だったんでね、おそらくその辺で垂れ下がって、水の重みでズン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 水が溜まってて、ダブルトラップかなんかなってて、流れが悪くなって、で、水が溢れてしまったんではなかろうかと思われます。で、今回ね、冷媒配管、ドレン配管すべて、やり直しということで、前日ね、施工された業者さんがですね、もう配管を抜いてあります。そして私、いつも一人ぼっちのヒデさんということでね、配管をどうやって通そうかと今、試案中、考え中。このね、本人が今映ってます、左側は公道、道路になりますんでね、道路に配管を伸ばしてっていうわけにはいかないんでね、どうやってやろうか。とりあえずこのイエローカーボンをね、中に入れてみて、奥にどれぐらい進むのかなと今確認してます。何せね、床下潜るの怖いんですよ。私ね、狭小の、なんていうんですかね、閉所恐怖症ということでね、今ドキドキしながらどうやってやろうか、一人で終えることできるだろうかと思いながら今作業してます。さあ、電線をね、入れる分図面で拾いましたんで、だいたい7、8メーター、9メーターぐらいかな。まずね、これを引き出して、現場の方にね、車すぐ近くにね、直近の駐車場というかですね、敷地に止めましたんで、電線伸ばしました。伸ばしてあげて、そして、さあ、先っちょを曲げて、入れ込みますよ。電線入れて、入ったところでおそらくぐるぐるって丸まってしまうとは思いますが、必要分、とりあえず入れていきましょう。入れていきます。よし。で、続いて断熱ドレンホース。先っちょね、ゴミとか入らないようにテーピングしてあげてと。そして、ここにね、ドレンホースをここから入れ込んであげます。はい、お楽しみ。これからおじさんが床下に潜り込んで、怖いよ、閉所恐怖症のおじさん怖がってるところの動画を撮りたいと思います。あれ、これ逆さまになってるよと動揺してます。動揺隠しきれず、さあ、カメラのアングル戻しまして、さあ、これからね、一回ね、中に入ってきますよ。匍匐前進、昔撮った杵塚、自衛隊にいましたんで、っていうのは嘘で、自衛隊にいたことはありません。近くに自衛隊の駐屯地はありますが、そんなことはどうでもいい。分かった。なんとなく分かったぞ。中はこんな感じね。はい、そして、外に出て戻りまして、やっぱ狭いとこダメだ。って思いながらね、この冷媒管を、この床下に、外からね、入れることにしました。外から入れてなんとか行くだろうか。カメラをセットしまして、さあ、おじさん、この2部4部、取り付けるねエアコンは 7.1キロ、 7.1キロのエアコンですね。2部4部、またこれ2部3部と2部4部じゃない、もうえらい違い。2部4部はね、もう取り回しが悪いですからね。4部の配管 12. 何ミリ、結構太いんで、さあ、とりあえずね、この2部と4部を一緒にしてテーピングしてあげて、そして少しずつ入れてあげる必要があります。
だいたいそうだな、この先端にフレアを作るとしたらどれぐらいだろう、床下5、6メーターあって、立ち上がりが2メーターぐらいあって、腕の部分、曲げた部分が、30センチだとして、どれぐらいだ ?2 たす、6たす、8メーターぐらいかな ?8 メーターちょいぐらい入れてあげる必要があると思います。さあ、そうしたらですね、これもうほぼまっすぐね、中に入れてやればいいだけなので、なんとなく行くのではないかと。またね、この今7月のね、半ば中旬ですんでね、応援来てよって頼んでも誰も来てくれるわけがない。来てくれるわけがありませんので、頼みもしませんでしたが、さあ、なんとかね、なんとか最悪家の人に頼もうかと、手を貸してくださいとかってね、押してもらっていいですかって頼もうかとも思いましたが、なんとか最後までね、一人でやり遂げましたよ、本当に。頑張ったおじさん、せーの、おい、入れろ、おい、入れろよ、まっすぐしてな、まっすぐ。はい、冷媒管伸ばしながら、まっすぐしながら、ちょっとね、先っちょがね、まっすぐ伸びてくイメージ。これどうしてもね、上に上に上がってこうとしちゃうんで、それを修正しながら、まっすぐ入れ込む。イメージで、そうです、そうです、そうです。そう、そんな感じで入れてあげて、向こうの基礎のね、コンクリート基礎の壁面、壁面まで当たるまで入れてあげましょう。よいしょ、せーの、お、当たったな。ここまで入った。とりあえず入るだけ入ったので、こちらね、まっすぐ伸ばしておいて、床面からですね、壁のところまで出るように長さ、どうかな、出るかな、これぐらいで、ちょうどね、たまたまね、工事やってまして、通行止めになってて、ラッキーでした。さあ、閉所恐怖症のおじさん、これからこの2部4部をね、おー、来てる、まっすぐビヨーンと床下を、ほふく前進しながら、あそこから入ってるんですね。電線もこの辺まで来てると。ああ、断熱ドレーンはあそこに丸まっちゃってますね。さあ、そうしたらですね、どうやってやろうか。このおじさんが登場しましたんで、どのように。まあね、この床下のね、掃除をしてきました、私ね。この T シャツ、パタゴニアの T シャツ、お気に入りの T シャツ。いつも同じ服着てるよな、っていうふうに言われそうですが、まあね。古くなった私服を作業着にするというシステムになってます。はい、この電線をこうやって伸ばしながら、うん、いいね。そしたら断熱ドレンそしてね、こうね、こうクルリンパとね、こう電線と冷媒と断熱ドレンがね、こうクロスしないようにね、線のなり形をね、上手にね、束なっていく必要があります。元々の施工はですね、断熱ドレンと冷媒管は別になってましたがね、今度は一緒に、勾配、水勾配を取りながら、冷媒、電線、ドレンをですね、一緒に束ねて、このね、上から指示を取りながら、指示を取りに行く体のね、この木造の、下駄から、指示を取りながら、外まで出てくと、そういった作業をしていきたいと思います。断熱ドレンぐるぐるに丸まっちゃってるね、これ。この狭いところでね、このぐるぐるを直すの大変。あんたそんなこと言ったって、お金もらうんでしょ、お金もらって作業してるんでしょ、プロなんだから、そんなね、愚痴ばっか言わないって怒られそうですが、すいません。どうしてもね、愚痴っぽくなっちゃうおじさん。この狭いところで怖いって閉所恐怖症なんですよ。分かってくれる人は分かってくれると思いますが。はい、だいたいまっすぐになってきたね。なってきたら、テープで、くくっていきますよ。後でね。さあ、こんな感じ。出るのはあそこ。明かり見えますね、上にね。あそこから、外に、室内に出たいよということですね。そしたら、ほふく前進で前進しながら、体中でこのね、床下の基礎のね、
ベタギソの部分のホコリをルンバのように掃除中。はい、ここからどうやって入れようかこれ。うん、2部4部もうね、引っ張り込んでここから入れるしかない。やるしかないよおじさん、男の子なんだから頑張ってよ。ほら、ここから入れますよ。霊媒館、はい、部屋の中の様子はどうかな。さあ、まずはね、柔らかいものから入れましょう。電線ね、電線を全部入れてあげてと。2メーター半、3メーターぐらい入れてあげましょう。背中ね、ほこりがすごいですね。ほこり高きおっさん、ヒデさんということで、今電線をね、部屋内に入れ込んでます。部屋内は、ね、もちろん床にね、養生してありますんでね。で、先っちょもちろん丸めてありますんで、傷がつかないようにと、心ばかりの、優しさということで。そして、断熱ドレンホースも2メーター半ぐらいですかね。突っ込んであげて、あれ、もうちょい引っ張りたいな。もうちょいかな。ああ、もうこのままここで寝てしまおうか。これ、次の日ね、これ首がね、筋肉痛になりました。こんな体勢で頭、割とね、重たいんですよね。重たいんで首でね、こうやって頭を支えるっていうのはかなりなエクササイズ。はい。じゃあこれでどうしようか。どうしましょうか。部屋内のね、霊媒館電線ドレーンがどんな状況か、ちょっと一回地上に出まして、状況確認しましょう。はい、こんな感じ。ああ、まだ短い。あとどれぐらいだろう。あと 1.5 メーターぐらい必要かな。1.5 メーター。電線ももう少し。外はどうかな？こんな感じ。うん、いいね。さあ、また地下に潜りまして、不足の霊媒管、電線、ドレンをね、また引っ張り込んで、押し込んでっていうことをね、やりますよ。さあ、明かりを持っていって、電池は大丈夫かな？これ途中で真っ暗くなっちゃったら怖いですね。それは怖いってことになりますんで。ああ、目的地はそこ。よし。そして、カメラをセットして、おじさんがほふく前進というか横向きになりながら登場。そしてカメラアングルをチェックしながら、これぐらいで、どうだろう。これぐらいでいいかな。霊媒管と、電線とドレンと明かりの位置をそっちにやって邪魔にならないように。いいかな、引っ張って。よし、じゃあ引っ張るぞ。押せよ、せーの、もうちょい、せーの。来るかな、来るかな、来るかな。折らないようにね、これ折ったら最悪ですからね。また入れ直さなきゃならない。それもここの分しか持ってきてないね。せーの、はい、押せよ、引っ張るぞ、せーの、よいしょ、せーの、よいしょ。あ、いいね、いいね。スルスル来る、スルスル来る。せーの。あー、外ね、こう、たまたま工事中でよかったですね。霊媒管ある程度伸ばせるんでね、道路側にね。はい、せーの。もうちょいかなー。もうちょい。サービス。これで足りなかったらまた出て潜って、それを繰り返さなければならないので嫌になってしまいますが。どっちにしろね、指示も取らなきゃならない。指示材は持ってきてないね、今ね。せーの、長めに行くよ、ほい。せーの。よし、いいかな。だいたい、こんな感じでよかろうか。ドレンの並びと、電線の並び。そして、指示を取るのに、ここの桁のところで取りたいんで、これぐらいで、いいかな。あー、首が疲れる。首が疲れるな、これ。さあ、そしたらね、声が思わず裏返りましたが、このテープでテーピングしてあげてと。あ、なぜこういう時に太巻きを持ってこない。これね、床下でね、もう後でね、太巻きで巻き直します。さあ、細巻きで25ミリの稲葉の粘着テープで今ね、束ねているところですね。霊媒と電線とドレン、断熱ドレンホース、だいたいね、2、30センチ大きいぐらい、25センチぐらいですかね。25センチ大きいぐらいに1箇所ずつテープを巻いていきました。人間ね、集中してるとね、だんだん慣れてくるもので、私も閉所恐怖症なんですが、この今作業してる頃にはだいぶ慣れてきてですね、
恐怖、もう最初ね、一番最初入るとき、この床下入るときはすごく怖かったんですけど、もうだいぶね慣れてきてね、うん、このままここに住めるかもしれないって思い始めてた頃ですかね、今ね。あ、疲れた。首がねたまらない。一応、ざっとですがこのような形で束ねました。うん、いいね。さあ、そしたら今度は指示を取っていかなきゃならないですね。指示を取らなければいけませんよと。ちなみに地上に出ている冷媒配管、ドレーン、電線、こんな感じ。うん、十分いいね。足りる足りる。さあ、外も、お、結構ギリギリだったね。うん。そして、この辺のね、電線と、ドレーンと、冷媒配管、束ねてあげます。粘着テープで、よし、OK。そして、太巻きでね、そうそう、太巻きでこういうね、隠蔽部分は太巻きで、テープ巻かないとダメですよ。はい、カッターでね剥がれてこないようにね、あのテンションかけてパチンって切っちゃうと、夏場ね暑い時にビヨーンって剥がれてきちゃいますよね。はい、そして一応ねこのここ室内機側から室外機隠蔽配管、ここなんとか通りましたが、これから指示を取っていくと。さあ、その指示を取っていくのにどうしようか。とりあえずね、ここの壁の中は、ビッグタイ。ビッグタイで止めることにしました。2箇所ぐらいね、止めておくことにします。下がっていかないようにね。で、これ締めるときにね、あまりね、ぎゅうぎゅうに保温が潰れるほどね、きつく締めないようにですね、しましょう。はい。よし。これでギュッと締めてと。いいかな？キュッキュッキュッと締めましょう。そして長い分はカッターナイフで切ります。そしてこの時ね、断熱ドレンホース傷つけないようにね。元も子もありませんからね。また壁剥がさなきゃなんなくなっちゃう。そしてこれ横に渡ってるところを通すのをね、忘れてました。なんていうこと？っていうことでね、このね、今くくりつけたビッグタイをまた切ってあげて、大回り、必要分の長さ、冷媒管切りまして、こっから2部はね、別にね、もう、ぐにゃぐにゃなんでね、通るんですが、4部折らないようにね、折らないように、折るんじゃないよ、絶対に。折ったらもう最悪。入れ直す。もう入れ直すことはできないので、溶接しなきゃならなくなっちゃいますね。隠蔽部分でロー付けってあんましたくないですよね。なので、ここは慎重に、今日の熱々ポイント、折らないように、よし、ゆっくりと。これね、二人でね、やってる場合はね、これ入れながらね、ここをこういうとこ通してっていうこともできるんですが、一人で、何分おじさん、ちょっと外でね、ほこり払ってきてからやってくださいよ、人の家でね。そんな汚い T シャツ。ごめんなさいね、すいません。だいぶ汚れてましたね。おじさん、後ろに背中にね、目はついてないんで気がつきませんでしたが、払ったつもりだったんですよ。一回外に出ましたからね。さあ、そしてここをゆっくり引っ張り込みながら、折らないように。はい、本日の作業注意事項はですね、この隠蔽部分、壁内、壁面内を配管2部4部通すときにですね、4部を折らないように十分に注意して配管したいと思います。そして、手前側に出しまして、天井とかのねクロスもね傷つけないようにねお願いしますよということで、今なんとかこの横に渡っている、この下地のところをかわしました。かわすことができた。あー、よかった。よし、そしたら次のアングルは一応ねこのような形で大蛇が天にも昇る勢いでということで、そして先ほどはめましたが、はめてすぐ取った、このねビッグタイでね、再度固定ということで、ここにビスで打ち込んであげまして、2部と4部と電線と冷媒管をですね、くくってあげると。で、先ほども言いましたが、あまりぎゅうぎゅうに締めてね、保温が潰れないようにするのと、あと、そうですね、重さがビッグタイのところにね、この冷媒管の重さがかかってきて、徐々に保温が潰れるとまたそこで結露するって可能性がありますんでね。はい、そして長い余分なビッグタイベロは切りましたということですね。そして今度はですね、このエアコンを取り付ける位置、大体の位置に、
冷媒管をね所定の位置で曲げてあげて外に出してあげると、その段取りに入っていきたいと思います。この壁面のね中央センターを今印して出して、そこからの離れで、曲げる位置、冷媒管2分4分を曲げて壁面からね出してやるってことですね。この辺かなと今印してる。しかし背中汚いね、この T シャツ汚いですね。お施主さんごめんなさいね、ほんとすいませんでした。はい、そしてこれビヨンビヨン喧嘩用のスプリングベンダーを持ってきて、これでぶん殴る、違う、このね4部の配管の中に、このねスプリングベンダーを入れてあげて曲げてあげると、よし、スプリングベンダーでグイッと曲げますよ。まあ、ハンドル式のねベンダーでね曲げてもいいなとは思ったんですけど、そうするとね保温材をね切らなければならないので、そうするとね保温のね、保温の補修箇所が出ますんでね、そこから結露するっていう可能性もあるんで、なるべく可能性をね少しでも少なくするようにということでスプリングベンダーを選択しました。で今ねゆっくりね曲げているところの状況、うん、これぐらいかな、これぐらいの位置で曲げてあげて、よし、こんな感じでよろしいかと思われますということですね。よしよし、 OK。 そしたらスプリングベンダーを引き抜いて、これねスプリングベンダーねちゃんとね綺麗なところで保管しとかないとね、このスプリング自体が汚れたらこの配管の中にゴミとかね送り込んじゃうことになるんでね、その辺は気をつけましょう。そしてこの貫通部にパテをパテ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 指で、はい、指って感じで押してあげて少しでもね隙間がないように、うん、いいんじゃなかろうかと。よし、 OK、 こんな感じ。さあ冷媒管この壁面の中はこのような形で仕上がりました。いいんじゃないでしょうか、このような形で、うん、 OK、 グー。そしたら壁面を貼ってくださいってことですね。そうしましたら今度またね床下に潜らなければいけないよということで、あー今度ね指示を取らなければいけませんね。冷媒管、電線、ドレン、断熱ドレンですね、一緒に束ねてあるその配管をですね、これからどのように指示を取るかというとですね、全ネジボルト、全ネジボルトで指示を取ってやります。さあ今全ネジボルトで何本か、5本か6本か7本か忘れましたが切りました。さあ床下に入る段取りができたよ。持ってく材料はこのような感じ、材料工具ですね、全ネジボルトと、これ桁に留める金物、そして釣りバンド、うん、釣りバンド50の釣りバンドかな、いくつかな、いくつだっけ、スケールに水平に、そしてカッターナイフにビスにで、幅広の粘着テープと、うん、本当はねこのサットバンドでねやろうと思ったんですが、在庫がないということで、この在庫があるこの釣りバンドで指示を取ることにしました。よし、さあそしてこれねこのバケツ、布バケツに全部放り込んで、これからまた、このね床下に進んでいくと、床下に潜ってこれから指示を取っていきたいと思います。ポロ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 ビス落とすんじゃないよもう。さあそうしましたら行きますか。さあ潜ります。照明の電池は良いか、よし、そして布バケツの中身はいろいろ入ってるが大丈夫か、はい、現地到着ということで、まずねこの金物をこの桁に留めます。桁に留めてあげてビス2発留めてあげてと、すでにねもう奥の方はね指示取ってありますね、指示取ってきました。さすがにもうバテ気味ということで、動画を撮るのを諦めたんでしょうか。一応この金物に全ネジボルトを下ろしてあげて、でナットでね長さを、決めたところで締めてあげてと、よしよし、この横向きでねこの頭をねこう起こしながらっていうのが次の日筋肉痛、首の筋肉痛になりました。そして、結露しないように締め付けたところがね結露しないように、このねワンタッチのカバー、30のカバーをして、そしてなおかつ、この粘着テープ、幅広の粘着テープで
くるくる巻いてと。よし、いいかな。こんな感じに巻きまして、そして、これ何種巻くの？何種巻くの？そんなに巻く必要あるのかな？それでカッターナイフで切ってと。そして釣り板。釣りバンドで、よいしょ、ここにね、ここにまず引っ掛けてあげて、高さをね、だから見ながら向こうから順番に、今、施工してる方が低く下がってきてるってことですね。一番奥側、画像のね、一番奥の方が、部屋から、床下に入った方なんでね、徐々に下がり勾配で降りていくよってことですね。はい、ぐるぐる巻いて、そして釣りバンドを引っ掛けてあげると。首がね、本当にね、もう筋肉痛になるの分かりますよね。床下の作業、非常に辛い。よし。そして釣りバンドで、ボルトナット。ボルトナットを締めてあげて、そして締め付けると。はい、締め付けますよ、ということですね。はい、締め付けて、OK。オッケー、オッケー、オッケー牧場。はい、床下のルームツアーということで、一応このような形で、冷媒管、ドレン管、電線管、勾配を見ながらですね、指示を取ってあげました。また断熱ドレンホースがね、垂れ下がらないように細かくですね、これ25センチ間隔ぐらいでテープをしてあげて、これね、もっと細かいこと言うとですね、これ、化粧テープで巻いてあげるともっといいよ、なんていう方もいますが、今回はそこまではしませんでしたが。はい。そしたら今度は地上に戻ります。あー、来る。きっと来る。おっさん来る。はい、地上に戻れる。あー、よかった。あー、疲れた、もう。よしよし。オッケーオッケー。はい、そしてお楽しみ、ここでどれぐらいホコリが付着しているのか、 T シャツについているのか、うわ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 、すごい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 ですね、ホコリがすごいすごいすごい、誰かにやってもらいたいが自分でやっている、誰もいないからね、いつも一人なんで、いやーすごいすごい。そしてね、部屋打ちは壁面はね、明日貼ってもらって、クロスも貼ってもらって、次の日明後日取り付けに来ます。だけどですね、時間の猶予はそんなにないので、外のね、室外機は今日中にね、接続しておきたいと思います。もう物はありますんでね。で、出たところで、スプリングベンダーで右に曲げてあげてですね、この穴の部分、なるべくこう、エアコンの影になるような位置関係に。ただね、下のこの、薄いかな、どっちかわかりませんが、このマスの蓋があるんでね、その蓋に干渉しないような位置に設置してあげてと。今、そういった感じでね、今、4部の配管を曲げました。4部の配管を曲げてあげて、これから、接続してあげるということですね。さあ、そうしたらですね、ここからはいつもと同じ作業ということで、少し加速していきたいと思います。加速装置パート1発進。さあ、おなじみ、エアコン工事ヒデさん、エアテクチャンネルでおなじみの加速装置発動されましたということで、8倍速で今現在ね、化粧テープを巻いているところの状況ということで、枝2部と4部巻いた後、一緒にね、束ねてあげて粘着テープで、くくった後は、この基礎、コンクリート基礎をですね、水平見ながら設置してあげて、室外機を持ってきて、よいしょよいしょ。はい、そしてボルトを締めて、うん、こんな感じ。はい、お楽しみー。くるく、くるく、くくるくるとん。くるくるとんって楽しいな。くくる、くくる、くくるくるく。みんなもやりだした。くるくるとん、ほんとに、とっても楽しい。くるくるとんをやるたびに、ヒデさん思い出す。くるくる本当に楽しい。みんなが幸せになる言葉だあって知ってます。くるくくるくる、はい、おじさん。はい、どうも。リクエストいただきましたのは女性の方で吉田優さん、
リクエストありがとうございました。はい、くるくるトントンパプリカバージョンでした。はい、そしておじさんね、動じることなくね、これからね、フレアを作っていきたいと思います。フレアを作るときに私が使っているのが、はい、これフレアーマン、レッキスのフレアーマンちゃんで、私はフレアを作り出してこの半年間漏れゼロです。当たり前だよ、女ね。年がら年中ね、漏らしてたらもう大変なことになっちゃうよ、もうこんなね、YouTube にも出てて。はい、そして、今ね、クランプを、はめ込んで、締め込んで、アナコンダ、出た!アナコンダ出ました。1アナコンダ。はい、そして締め込みまして、締め込み、おもす、その後はこの本体。レッキスから出ております、フレアーマンちゃんで、ウィン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 とやります。はい、こちらも4部、ウィン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 、まだやってない。はい、引っ掛けて、あ、はまらない、はまらない、はまらない、はまったかな、いいかな、ウィン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 、はい、ウィンウィン、オッケー、いいのかな、オッケー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 、よし、オッケー。はい、続いてお楽しみはこれ、ナイログ。はい、ナイログ、これね、漏れ防止の決定版ということでね、このフレア面にこのナイログちゃんを塗ることによって漏れが防止されるとかされないとか、伝説的な、都市伝説的なお話ということでね、つけたい人はつけてください、つけたくない人はつけないでください。私はつけたいのでつけてます。はい、ぬりぬりしてあげて、浅田さんから出ております、ナイログさんでした。自主 CM です。いつになったら連絡が来るのかな、まあいいか。そしてねじ込み、フレア面を合わせてあげてですね、いっぱい、手締めでいっぱいまで締めてあげます。手締めでいっぱいまで締めた、その後にトルクレンチ、私トルクレンチ使ってるのはですね、 BBK のラチェット式のトルクレンチ使っております。そしてカッチンカッチンと言ったところで OK。そして今度は2部も向きを合わせてあげて、少しね、角度をつけてあげて、これぐらいかな、これぐらいでね、ダイキンさんの場合はね、あのフレアのね、接続部分が水平に向いてますんでね、各メーカー、他のメーカーはみんなこう斜め上に向いてますよね。さあ、合わせてあげて、なかなか決まらないね、決まらない。ちょっと長かったんじゃない？長かったんではなかろうか。まあいいか。そして、フレア面を合わせてあげて、肝心の部分が見えない。この手袋で見えないと。はい、手締めでいっぱいまで締めた後、トルクレンチ。やはり私が使っているのはこれ2部もね、BBK のトルクレンチ。そして、アイレンをします。モンキーは、これは藤屋さんにいただきました。以前あげた動画でコラボということで、ぶんどった、この藤屋さんのモンキーでアイレンして締めると。OK。そして、電線をね、1、2、3番黒白赤でね、繋いであげるわけなんですけれども。はい、そしてこの電線皮膚を剥いてあげます。これは藤屋さんのストリッパーですね。ケーブルストリッパー。いいね。VA ストリッパー。1、2、3番黒白赤で繋ぎましょう。色がね、中と外ね。中が、部屋内が黒白赤で、外が赤白黒で繋いじゃうとエラーが出ちゃうんでね。別に壊れはしませんが、正常に運転しない。黒、白、赤、よしって今ね、指差し確認。これ大事。暑くなってきたんでね、ぼーっと作業してしまうこともないっていうわけじゃないですね。やっぱ人間なんでね。そういう間違えないように指差し確認、指差し故障でやるようにしてますが、しない時もある。はい、そしてビスで締めてあげて、よし !OKOK。さあ、そしたら真空はまだ引けない、部屋内のね、室内機がまだ接続終わってませんので。そしてここコーキングをしてあげて、汚ねコーキングだなって言われないようにしっかりとね、これコーキングして、この後ね、ヘラで、ウォーキングベラで、仕上げると。とりあえずね、コーキング屋さんに見られたら下手くそだなって思われちゃうと思うんでね。まあ、いずれにしてもね、水が、基礎のね、間、この穴から
部屋内の方に入っていかないように、まあそれは十分に気をつけましょうってことでコーキングをしました。ちょっといまいちかな、まあ大丈夫、完璧。これでね、また明後日来ましょう。壁のねクロスが仕上がってエアコンつけれるようになったら来ます。そしてお客様にこれをいただきました。ありがとうございます。最後までご視聴ありがとうございました。エアコン工事ひでさんエアテクチャンネルではご覧のようにですね、他業者さんが工事した修正の工事もすることあります。お、面白いね、いいねって思った方、グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。あとエアイルさんもよろしくお願いします。エアイル、エアイル、エアイルさん、エアコン屋さんのプロ集団。詳しくは概要欄を見てね。最後までご視聴ありがとうございました。今日は久しぶりにね、隠蔽配管ということでね、床下に潜って本当閉所恐怖症。まあなんとかね、配管通って、次回ね、壁掛けのエアコン、ダイキンのエアコン取り付けしますけれども、お楽しみにということで、最後までありがとうございました。また見てください。